はい、ヨマイナチュー福田です。今回はリールへのラインの結び方を紹介していきます。動画の流れは前半に太いラインを使ってゆっくり解説しながら結んでいき、後半には実際のラインで結んでいきます。そして最後にベストなラインの巻き量を紹介します。ではまずロープを使ってスピニングリールに結んでいきたいと思います。まずスピニングリールは横に置いといて、では結んでいきます。まずラインを出して輪っかを作っていきます。こういう状態です。でこの時輪っかは気持ち大きめに作っておいてもらった方がやりやすくなります。これくらいになります。で次にもう一度余り端を輪っかの上に小さい輪っかを作る要領でこういう感じでセットします。そして次に余り端ラインをこの大きい輪っかと小さい輪っか2つの輪っかの中に通していきます。1回2回、通す回数は3回でいいかなと思います。今でこういう状態です。で次に内側の輪っかを締め込んで結び目を作っていくんで、メインラインと余り端ライン両方をゆっくり引っ張っていきます。そうするとこういう感じに結び目ができます。そしてここでスピニングリール用意してきて、スピニングリールの場合このベールをまず上げます。そしてこの輪っかをこのままでもいいんですけど、スプールにちょっと入りづらいんで結びこぶを持ちながら本線の反対側を引っ張ってくるとラインが出せて輪っかが大きくなります。スプール3つ分ぐらいの大きさにしておくとやりやすくなります。そしてこの輪っかをスプールの上からセットして、ここでクロスさせます。輪っかをでそのままクロスさせたまま反対側まで持ってきて、でもう一度クロスさせます。そしてスプールを通して、でここから締め込んでいくんで、こっちの本線ですね、これを引っ張っていくと結び目が締まっていきます。で今やってるようにそのまま引っ張るとね、結び目が全然近づかないんで、左右に動かしてあげることで結び目がスプールにピタッとくっつくようになります。これ3回巻きつけた理由なんですけど、1本のラインで固定するよりも3本のラインで固定した方がスプールの上でラインが滑りづらいんですよね。なので3回巻きつけました。そして滑らないかの確認方法なんですけど、スピニングリールってベールを戻して巻いていくとき、こういう感じに巻き取っていきます。ラインはこっち向きに巻かれていきますよね。なので結び目から見てこっち側にラインが滑らないかチェックします。ちょっと今ロープなんで滑るんですけど、こういう感じに滑ってしまったらうまいこと締め込めてないんで、再度左右に引っ張りながら締め込んで、しっかりと滑らないのを確認してからラインを巻くようにしてください。滑るかどうかのチェックは後半の実践のラインでやるところで見てもらった方が分かりやすいと思うんで、そちらをチェックしてみてください。結び方はこれで完了です。それでは次は実際のラインを使って結んでいきたいと思います。まずラインを出して輪っかを作ります。はい、こういう感じに輪っかを作ります。そして余り端ラインでもう一個小さい輪っかを作ります。こういう状態です。次に余り端ラインで
大きい輪っかと小さい輪っかのこの重なってるところに後ろから前の方にラインを持っていきます。ちょっともう一回やりますね。後ろの方から前にラインを持ってきて引っ張ります。そうするとこういう感じに結ばれていきます。これを3回繰り返します。2回、3回で全体で見るとこういう感じになります。で次に締め込んでいくんですけど、本線と余り端両方を一緒に引っ張っていきます。そうするとスルスルと結び目が締まっていきます。はい、こんな感じでライン3本重なったコブができました。次にコブを押さえながら本線側のラインですね、こっち側のここコブを押さえながらこっちを引っ張っていくと輪っかが大きくなるんで少し大きくしておきます。で次にスピニングリール、このベールを起こして、そして今作った輪っか、これの先端をスピニングリールにスプールのところに持っていきます。そしてこの輪っかを交差させ、そしてそのまま反対側に持っていきます。スプールに今2本巻かれた状態ですね。そしてもう一度ラインを交差させて反対側に持っていきます。これで3本のラインが巻きつきました。でここから締め込んでいくんで、ラインの本線の方ですね、本線の方をゆっくり引っ張っていきます。そうすると結び目がスプールに近づいていきます。である程度いくと近づかなくなるんで、そうなったら本線を左右に動かしながら引っ張っていくと結び目がきちっとスプールに近づいていきます。こういう感じでピタッとくっつけてあげてください。そしてフロロナイロンラインはこれで大丈夫なんですけど、今のように P ラインを巻きつける場合滑ってしまう可能性があるんで、ここでしっかり確認しておいてください。その確認方法はスピニングリールのベールを戻して巻いていきます。そうするとこっち側に巻きつけていきますよね。こっち側に右回りに巻きつけていくと思います。なので、で今結んだ結び目がここにあります。ここからスピニングリール右に巻いていくんで、右に引っ張ってみます。そうすると滑ってしまいますね。今回ってると思います。この状態で巻いてしまうと釣りしてる最中に滑ってしまって大変なんで、そういう時は結び目を持って左右に引っ張ってください。本線側の方のラインが伸びると思います。そしてもう一度スプールに巻きつけたラインを1本のところまで外します。でここで今外しましたよね。この状態から輪っかを反対にします。もう一度やりますね。この状態からラインを外して反対に向けます。輪っかを反対にしてもう一度結びつけます。でこれも3回ですね。1回、2回と3回巻きつけました。これでもう一度締め込みます。これで変わるのかって思われるんですけど、これで本当滑らなくなります。で今きっちり締め込みました。そしてさっき滑った右側に引っ張ってみます。そうするとはい、めっちゃ力入れても滑らなくなります。そして滑らないのを確認したらラインカッターでスプールの縁などを傷つけるとラインが傷みやすくなるんで、傷つけないように気をつけながら短くカットしていきます。めちゃくちゃ短く切ってもいいんですけど、これぐらい、まあ、5ミリほどですね、残っていても大丈夫です。こう巻きつけていくときに長い方がラインがね上に来て
こういう感じにペタンとなるんですよね。これが短すぎたらずっと表に出て、ベイトリールの場合は親指にチクチク当たったりするんで、まあ、気持ち長めに切るといいと思います。そして次にベストなラインの巻き量についてです。リールによって多少変わってくるんですが、リールに記載の巻き量、例えば12ポンドを 100m 巻けますよと書かれている場合は、そこから少し少なめの 95m ぐらいで巻くことでラインが絡まったりのトラブルが少なくなり、快適に釣りが可能になります。それでトラブルが起こってしまう場合にはライン巻き量を 90m まで下げることでトラブルが減りますが、飛距離が落ちてしまうんで、まず最初は 95m で試すのがいいでしょう。数値で言うとリールに記載の巻き量の 90-95% ぐらいになります。まず最初はその少し少なめで巻くことで快適に釣りを楽しんでもらって、慣れてきて飛距離を出したくなったら巻き量を少し増やしていくのが、まあ、釣りを始めたての方にはおすすめとなります。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。